実はね、このうつ病の人たちの特徴として、常に他人の目を気にしてる。例えば仕事に没頭すればいいのに、なんか人が見てるとか部長がどう思えたとか、例えばこれ座禅組んでる人もそうなんだけど、新人の坊主はこう瞑想しながら「あ、お師匠さんよく来た」とかね、そしてね、こうパン叩かれはった、あいつとか、あいつとかね、ちょっと動きよったかなとかね、それとか、あれガーン叩かれ方変な音してたから、あ鈍れい絶音が。対耳当たったでとかね、あれ痛いでとかね、まあ、いろんなことを僕らはし、で、禅の本当にこうそうなった時には、本当に座るっていう、この自分と向き合ってる、集中する。その時には本当禅の構造になると、周りが火事になってようが、戦争でもう弾が飛び交ってようが、弾が飛んでおるみたいなね。もうまさに火事になった時に、神道滅却、火も待たすしみたいな。そうすると、誰が怒ってても、怒ってはる。で、この時にね、何よ、あの言い方、あんな怒らんでもいいのって言ったら、もう、その瞬間に僕らはマインドレスネスだ。フルネスじゃない。だから、なんであんな怒り方、あの上司すんのやって、あ、俺も怒られたらどうしようとかね、あいつが怒られてると俺も怒られるとか、それとかね、だから怒ってる上司も完全にマインドレスですよね、ああみたいなね。で、もし皆さんが怒ってるとしたら、ふと引いて、あ、僕怒ってる、なんかすごくイライラしてる自分がいるなってなった瞬間に、マインドレスネス、あ、フルネスに入るよ。だから現実現象にとらわれないで、現実現象にいながら自分だけは常にね、自分と向き合う、だからマルチタスクになってない状態。いや、先生、ちなみに僕今すごく先生の話聞いてるんですけど、これマインドフルネスですよね。もう僕の、なんかもうもうだから景色が消えそうですて、ね。今自分は講師として江藤先生ばっかり喋らせていいのかなとか、とそこか、超えてもだってずっと聞いちゃってるのが。それでいいんですよ。まあ一応仕事なんあ、仕で、事ですよね。一応、あんまりマインドフルネスで、2時間ただ君何してたみたいな。横に座ってる。もうまるで、マネキンでよかったんじゃないの、木のピーマネ一キン番聞いてるみたいな、で。すいません。でも今はね、その、だから皆さん、なんか禅を組むとか、瞑想するっていうと、その足の組み方はどうなんですかとか、どっちの方を上にした方がいいのとか、それとかね、聞いたことあります、座骨の上に自分を乗せるっていう、これどういう状態なんですか、もうそれ考え出した時に、もう完全にそれマルチタスクで、なるほどですね。もう僕らはいろんなことを考えちゃってるわけですよ。結局もういろんなこと考えるように僕らやっぱでもできてるような感じがするんですよね。だから危険が迫ってきた時、パンと反応できるように、だからデフォルトモードネットワークって言って、実際は DMN って言うんだけど、要するに常にどういう状況が起こっても常に大事になるように、僕らは自動掃除でいろんな情報にパンパンパンと移る。でもそれって実はすごい問題でね、例えば会社で怒られたらするじゃん。で、怒られた時は明らかにもう現実、まあその時でも怒ってはる時に、ああこの人怒ってはるなって、まあもちろん離れることはできるんだけど、怒ってるね、その時にこの瞬間怒ってはるけど、持って帰る人いいじゃん、怒ってることね。それとか、その人いないのに、あの言い方何？とか、あんな言い方せんでもいいやんとか、俺なんで言い返さなかったんだろうとか、あれ、もっと言い方古くまで行くと、お母さんあの時、小学校の時なんであんな怒り方したんだろうとか、あの変わり方だけは許されへんっていうのは、もうすっごい、もうデフォルトも、ネットワークなんですよ。だからもういろんなものに気がいってるから、だから僕らが敵に襲われた時に交感神経立って向かっていく、これはね、活動が動くんで、実はこれは正しい、実はストレスが
緊急状態が起こる、はいはい、交感神経が立つ、はい、戦う、はい、何か状況が変わる、はい、それでホッとする、うん、これは実はストレスあんまかかんないです、うん、かかんないです、ね、おでも常に敵に襲われたらどうしようって思って、はい、なるほど明日あの上司に何か言われたらどうしようってのはもう上司は今そこにいないんだけど常に上司を思い出す人とか子供なんてあの子勉強してないのって今そこに子供いないに子供のことにイラついてるとか夫ってなんでああなのとか日がない一日ご飯作りながら夫のことをうん、デフォルトモードネットワークって脳がものすごいエネルギーこれね脳がね 80% ぐらいエネルギー使うのよ。なるほど。だからあの一日皆さんね休みゆっくりしたのに全然疲れ取れないと、うん、それは多分ね DMM、はいはい、DMM って大悟みたいに言ってるんじゃないですよDMM デフォルトモードネットワーク、なんか5年ぐらい前の私が、うん、あの会社に妻のこと持ってきてますもんね、うん、ああなるほど、なんであんな言い方するんやろ、あなんか俺したんかなとか、そうね、家でも怒らせんようにしとこうとか、うん、あまあそれだったんですね。そうね、それは疲れるね。疲れますね、うん、最近はちょっとねやっぱりおかげさまで、うん、悟ってきたのかどうか分かりませんけど、うん、持ってことがなりましたけど、ああなるほど、ね、だからもう過ぎ去だって考えて、あのマインドフルネスで言えばもう終わったことを考えてもしょうがない、そうかそうか、にもかかわらず親がとか、あの時あんなこと私なんでしなかったんだろうとかね、いやそれが考えたら、はい、まさに敵があって向かっていく、これは解決するよね、でも今敵いないしまして過去の話でね、そうですね、だからそうやっていっぱいいろんなことを頭で考えてる人が、例えば企業がなんでそれをね最高レベルの企業を取り入れてるかっていうと、何かアイデアを出すときに頭を一旦空っぽにしないと、はい、だから iPad でいうとこう全部今までの全部捨てて、なくして捨てないとなんか動きが悪いときあるじゃん、なるですね、でこう持っていったら、はい、あこれいっぱい使ってますよとまさにマルチタスクでいっぱい過去の情報が残ってるから今その人に会ってもなんか力が出ない人すごい今の分かりやすいわ、分かりやすいですねなるほど、そうそうそう、こういう状態だからいろんなことに考えすぎる人、そうですね、うん、なんか僕の横の先輩のパソコンもいっぱいフォルダーがいっぱい画面並んでてなんか重たいんですよ動きが、あ、あの体も重たいですよねシンプルにした方が動きやすい、僕もそう思います、チク、ねはい、ってるわけじゃありません、ね、いや分かります分かります、いっぱい重たいもんね、こういっぱい画面上にいっぱいフォルダーが入ってますよね、はい、なんか溜め込みやすいんやろ、あなるほどですね、ここだけの話ですいません、ね、分かります、ね、そうそうそう、だからマルチタスクになる、あのよくビジネスの世界でマルチタスクでいろいろ考えろって言うけど、はっきり言うとメンタルの世界ではマルチタスクはうつ病になりますよと、はい、来てもない敵と戦ってもう、はい、もう終わった話といつもムカムカしてる、はい、その瞬間にはまさにいろんなモードが、はい、うん、僕らは動いちゃってるんで、うん、そういう意味ではその時の脳が一番疲れやすい、